ジェフリー・カッツェンバーグジェフリー・カッツェンバーグは、アメリカ合衆国の映画プロデューサー、ドリームワークス・アニメーション SKG 最高、経営責任者。ニューヨーク州ニューヨーク生まれで、東欧ユダヤ系の血を引く。ニューヨーク大学中退後、1975年に、当時のパラマウント映画会長、バリー・ディラーのアシスタントとして、パラマウント映画へ入社。営業部を経て、 テレビ部門に移り、1979年に、スター・トレックをヒットさせる。当時の最高執行責任者、マイケル・アイズナーと共に、パラマウント映画の立て直しに貢献。1984年にアイズナーは、ウォルト・ディズニー・カンパニーの最高経営責任者に、就任する。アイズナーに、ディズニー入りを進めたフランク・ウェルズが、社長の二頭体制下でカッツェンバーグは低迷していた。 アニメ部門を含むディズニーの映画部門の責任者に就任した。彼は、ロジャー・ラビット、リートル・マーメイド、美女と、野獣、アラジン、ライオン・キングなど数々のヒット作を生み出す。ピクサーとの提携や、ミラマックスの買収も実現させ、ディズニーの第二次黄金時代を築いていった。しかし1994年にアイズナーと対立し、ディズニーを辞職。同年に、 旧友のスティーブン・スピルバーグ、デビット・ゲフィンと共にドリームワークス SKG を設立する。この内幕について、アイズナーの側は4月に自己死したウェルズの後任にカッツェンバーグが自選してきたが、クリエイティブ・アーティスト・エージェンシーのマイケル・オービッツを社長として迎えたのが原因と自伝で伝えている。実写部門をスピルバーグに、音楽部門をゲフィンに任せ、カッツェンバーグは、 アニメ部門を担当。プリンス・オブ・エジプト・ヨセフ・物語・夢の力の制作指揮を務め、2001年のシュレックは新たに設けられたアカデミー長編アニメ映画賞を初めて受賞した。2004年にはアニメ部門をドリームワークス・アニメーション・ SKG として分社化し、ニューヨーク証券取引所に株式公開した。2005年12月にドリームワークス・ SKG は、 フルスパラマウント映画を参加に持つバイアコムに買収された。ありがとうございます。